ロシアを支持するハッキング集団、日本兵の攻撃だ。ロシアを支持する集団のキルネットは、ロシアに反対する国をハッキングしています。キルネットは6日、日本の政府や会社などのウェブサイトを攻撃したとインターネットで言いました。7日の動画には、亀の下人が出てきて、日本人は今もロシアに反対している。日本の政府兵の攻撃だなどと日本語で書いています。東京メトロや大阪メトロでは7日、短い間、ウェブサイトを見ることができなくなりました。キルネットは自分たちと関係があるようなことを言っています。政府の松野官房長官は8日、東京メトロと大阪メトロから今は治ったと聞いていますと言って、会社が原因を調べていると話しています。そして、政府や国民の生活に大切な会社がハッキングされないように急いで強くすると言いました。